オリジナル武将5人から天下統一を目指す、アキミロです。はい、続けていきます。前回は流氷軍の栄安を陥落させることに成功し、高陵にも攻めている状態です。まあ今は甲虫が舞台としては出てきているんですが、それ以外は何もないので、今回で落とせると思います。で問題なのは、この孫策軍ですね。じゃあ効果もすれば狙ってるんですけど、こっちも、なんかめっちゃ出てきてるんですよね、孫策軍。なので、流氷と戦うっていう体なんですけど、実質今回のパートは孫策軍とのバトルになっていくと思います。いやー、ついに、強国、魏呉蜀の呉が相手になる時が来ましたね。まあ、残念ながら、まだ劉備は大した勢力じゃないので、ちょびちょびっとしか戦ってないですけど、もう曹操とはガンガン戦ってましたから、うん、いよいよ第二の巨大勢力5って感じですね。まあ、そうは言いながらも、劉将軍も劉氷軍も、兵数や地形でかなり手こずらされはしましたけどね。だから、兵数が多く、武将も優秀な5っていう、まあ、まだこの時は5って名乗ってないですけど、とりあえず孫策軍はちょっと怖いですね。どの程度、こっち苦労するのかちょっと読めないですね。相手の兵力は約30万近くです。まあ、こっちが総合兵力で言えば100万以上あるんで、まあ、負けることはないと思うんですけどね。劉氷軍との、劉将軍、この二つの前例があるので、油断せずに行こうと思います。まず、高陵ですが、まあ、国将は青蘭でこのまま高陵に向かわせちゃいます。で、馬長は、甲虫に向きを変えます。進軍。ああ、でもちょっと今なんか城の方、やっぱり城の前じゃなく、こっち中継してほしい。さすがに工場兵器の革新と芝居じゃきついと思うんですよね。そしてこっちをどうするかなんですよね。間に合わないだろうな。高陵絶対この港取っていくと思うんですよね。ちょっと秋見ろを向かせるとちょっと危険な気がするので、一回こちらの海王に待機させておきます。うーん、怖いな。なんと言っても9000、6000、3000、3000、3000、3000と結構な部隊出てきてるんで、こっちも上陽から出したいところですね。ただ、結構な武将をもう効果に向けちゃってて、あまりいないんですよね、武将が。そう考えると、栄安からもっと出したい感じですね。ただ、兵糧がないんですよ、米が。だからちょっと現状耐えるしかないかな。効果の方は特に命令は変えなくていいかなと思ってます。もう勝者部隊とかが結構張り付いてるんで、ほっときゃ落ちるなって気がします。まあ後ろからもさらに来てますし、まああとはこのバウン力が孫策軍と鉢合わせしないかなっていう心配はありますね。読めない。栄安にいる、関内、巨長、文平、宝徳、あと、李玄もかな、覚悟かな、ってか、ほとんどなら、ちょっと、優秀な武将たちは、上陽に移動させようと思います。孫策軍と戦うのに、ここで温存させといてももったいない気がするので、移動です。さて、参るとするか。提案には、一応、孫策軍に対して、指揮定下ありますね。やっておきましょう。もう戦いは始まっています。では高陵付近と一応効果もギリギリ見える範囲で進行していきましょう。とりあえず馬長、早く甲虫の方行って。はい、壁半分まで減らしましたね。馬長ダッシュ、馬体の塗装が上がりましたね。なんか馬長陣に突っかかってて動けないのか。はい、効果。もうあとちょいですね。馬長、よし、陣行した。うん、なんか甲虫ストップしてるな。ガツマの統率が57になりました。はい、効果陥落でーす。あっという間に蹴りついたな。効果を制圧しました。余裕。あ、姫様、捕虜を連行しました。皆さん、どうせ来ないと思うけど、一括投与。5人で取り失敗しました。はい、全員で断られましたね。捕虜。
あげさ、豊漁を連行しました。またか。いっぱい捕らえてますね。はい、全員こ、お、一人来てくれた。斎藤さん、仲間入りです。あとは捕虜。なんで甲冑止まってるんだろう。平坦切りでも狙ってんのか。舞台情報、待機になってますね。よくわからない。陣を壊しにかかってんのか。まあいいや、馬長にこのまま突っ込んでもらいましょう。そして来てるなで、孫作軍がどうなってんだ。撤退になってんのかな。それとも進軍、下降校になってるな。変わらずこいつら攻めてくるつもりか。おー、面白いと言っておきましょうか。これはバウン力が危ねえな。なんか攻撃になってるし、無視。ちょっと自分の陣地から逃げよう。奥に行くと危ねえ気がする。加工港経由し、いや、そこに止めとくか。にしてもめちゃめちゃすげえ数で来てるな。すいません、非常に大きな勘違いをしていました。甲冑仲間でした。すいません、今回ちょっと最後にやってから結構時間経ってから今撮ってるんですけど、あまりにも久しぶりすぎて甲冑を敵だと思い込んでました。そうだ、前回のパートで捕虜から仲間にしたんでしたね。すまん甲冑、そりゃ動かねえ、俺が指示してないんだもん。いやー、どうしようかな甲冑。じゃあ孫作軍と戦う準備でも始めますか。こっち中継して、よし、こやつだ。両党で狙いをつけるぞ。心得た。馬長も行くぞ。心得た。いや、まず陣を壊すか。甲冑も承知。もう高齢か兵が出てこないんで、多分芝居、学信、国将の3人で十分ですね。ちょっと地域内政調子に乗ってやりすぎてたら命令書が2倍になっちゃいました。やべえな、この隊出撃する気満々だったんですけど、果たして何人出せるかな。一人一枚だった気がする。やっぱり長領と長校で行くか。奉仕の部隊、もう兵力マックス。奉仕奉仕だ。先方も余計なのはいらん。これで OK。 向かうはどうしよっかな。まあ、まずこいつから行こうかな。他の連中がどう来るかまず分かんないんで、接近するやつ攻撃で出撃。出陣する、頼むぜ。あー、しまったな。常陽からも移動させた関連とか出そうと思ってたんですけどね、そんな余裕ないっすね。まあ一回このターンはなんとかなるでしょう。まあちょっと向こうも気にはなるんですけど、高陵の戦いを見ていきますか。こんぐらい、こんぐらいで。ギリ透けてなんか右上もちょっと見えますね。で、徐行出陣させてないんで、ここ交代しましょう。長陵頼む。ではターン進行していきます。残念ながら命令書なくなっちゃったんで提案はできませんでした。さあ行け馬長たち。孫作軍これ以上こっちに来させるな。はい、壁第一段階破壊。国将の統率が56、早く国将の統率が70代になればな。だいぶ違うんだけど。よーし、もう壁あとちょい。やっぱ勝者のダブルパンチは相当痛いですね。学士の統率が1上昇。やべえ、バウン力追いつかれそう。そうか、姿勢そういえば変えてないな。あれ変えてるな、銃になってるな。やばいな、前回から間が空きすぎていろいろ覚えてないな。すいません。まあでもこれだったら水軍レベル10になってますね。とりあえず敵は数が本当にすごいな、武将の数が。まあちょっと単体で来てるこの孫将だったかな、孫翼だったかな、
孫玉ですね。孫玉さんから倒していただきましょう。ちょっと中継にしておこうかな。命令かな。こいつを中継にして、で次の狙い、でもみんな船っぽいんだよな。陸に上がってくる気配があんまない。まあ一回ここら辺ちょっと進軍にしておきましょう。承知した。ちょっと両毛出そっかな。やっぱ川の上の戦いになった時は両毛が頼りになるんですよね、このメンツの中で。まあ女性もか。ただ兵がそこまでいないからな。ちょっと分散して出す羽目になりますね。どうすっかな。4000ずつぐらいでいくか。ていうか即刻もう深夜から輸送を送んないとダメですね。両毛の方も4000にしましょう。で、一回、弓矢倉を立てるっていう方向で出しましょう。腕が鳴る。頼むぜ。そして深夜から、もう兵士も金も兵糧も全部マックスで、効果に出します。52日、遠いなぁ。行ってくる。高領はほっといてももう大丈夫ですね。ちょっと高中の向き先を両党に変えます。馬長ももう陣は通るついでに壊してもらいましょう。で、秋見のもうちょっとちょっと前進させておきます。ここのウリンコを取れば包囲占領になって孫策軍ひょうたん切りにすることできるんじゃないかって気がするんですよね。ちょっと一回ここぐらいまで動くとするか。そして上陽からは馬長や関内など出撃させます。ここは兵がいっぱいあるんでもう躊躇なく出します。はい、出すのはこの6人ですね。もうフルに兵持たせました。各魚鱗、関内奉仕、文平魚鱗、宝徳奉仕、巨長魚鱗、利元魚鱗と全員もう野戦用です。工場兵器は一切ありません。もうこいつらは孫策軍に対して対抗するために出します。まあちょっと、ああ海上戦はな、どうしよう。でも今水軍レベル10にはなってんすよね。そうだな、まあいっか、川から行ってもらえますか。こっちを目指してぶち当たったやつはもう攻撃です。頼むぜ。出陣だ。まあもしかしたら効果の方に送る可能性もありますね。こっちの方が数が多いんで、こっちの数は大した、数じゃないんですよね。4部隊だけですからね。はい、ちょっと我が軍の状況ではないんですけど、陳留炎将軍に攻め込まれてます。両夫も来てますね。いや、そうそう、古老家に攻めてくる余裕一切なしですね。ちょっと我が軍に攻めてこない限りはしかとするつもりなんで放置するんですけど、こうやって見てるとここ平坦切りしてやりたくなりますね。炎将軍ざまみろーみたいな。ただまあそうしちゃうと曹操の手助けをしちゃうっていう感じなのでやめておきましょう。僕は黙って見守ります。そして孫策軍も劉備軍の徐州に攻めてますね。もう連合切れてからガンガンみんな鬱憤溜まったように攻め始めてますね。なんか我が軍と隣り合ってたところが損してる感じで、我が軍と隣り合ってなかったところの炎将軍や孫策軍は力をすごい溜めて爆発した感じですね。はい、では今回も高陵の戦い見ていきましょう。それが終わったらすぐ右上に移動します。ちなみにまたメール書なくなっちゃったんで提案できてないです。どうも最近提案が足りないな。城取った直後は地域内政の配置とかが多いからですね。さあ、そして東洋も仕掛けました。オッケー。結構、おお、勝丸70まで来たか。はい、高陵陥落です。まあこれはもう分かってたんでね。高陵制圧しました。余裕。お、流氷また解放してあげるよ。この恩は忘れません。忘れないで。なんで契約になるの。まあしょうがないか、攻めたし。さあ捕虜2人か、流派と流番さん。はい、2人ともダメですね。じゃあ捕虜高知の統率が80になりました。右上、右上。おお、よーらいらい、さらば。おー、我が軍のところを奪っていくとやるじゃないか孫策軍。
はい、また来ました。もう流氷軍の武将どんどん来ますね。これ流氷見捨てられてるぞ。余裕で来るわ。よろしくお願いいたします。ちょっと流氷に同情するわ。あ、加工塔が抜け出しました。まあいいや、頑張って呂布を生かしてあげな。なんか光陵には孫策が向かってきてるって書いてありましたね。こいつらのことか。まあいいさ、来るなら来いや。あー、効果が兵糧不足になりそう。商人いる。ここはもう蹴散らない。買う、一気に買う。こんなものだ。今米尽きたらやばいっすからね。すんごい高い時期に買っちゃったけど仕方ない。めっちゃ来てる。てかバウン力が捕まってる。なぜだ。こっちも最強の船なのに。もしかしてバウン力最強の船になる前に出しちゃったのか。あー、やっぱそうだ、猛将のままだ。だから向こうの方が早いんだ。くー、バウン力守りきれないかもしれません。これはやるじゃねえか、孫策軍。こっちどうしよっかな。この大量に来るとな、流氷軍の戦いで部隊数が多いのは危険っていうのを学んだんでね、なんとかしたいところですが、部隊出せねえな。こいつらどこに向かってきてんだ。長領隊ですね。じゃあこの負の上で待機でもしてるか。こいつらがここに来たところを倒すっていう形で無視で待機させておきましょう。心得た。どうした。長江もここで待機させる意味でここに待機、待機ってしたいんだけど。 OK、 承知した。やつらが突っ込んできたらボコボコにしてあげましょう。でも待てよ、なんかこれ工場兵器っぽくないか。こいつらの狙いは、こいつらも長領になってる。大丈夫かな。なんか効果に向かわれたらちょっと危険なんだよな。信じましょう。いやでも待てよ、我が軍の後に多分孫策軍指示出すんですよね。いやちょっと長領はこっちにしておくか。やるとしよう。光陵組の方ですが、秋見郎はもうこのウリンコを取りに行きます。動くとするか。これで包囲占領になって平坦切りできるんじゃないでしょうか。とりあえず甲虫こっち行ってほしいな。馬長はこの目の前にいるやつを倒してから、こいつ任せろ。頼んだ、即技で倒してやる。で常用組ですが、もう高価な援軍に速攻向かわせましょう。正直下の部隊は馬長と甲虫がいれば十分なはずです。最強の船で出撃した馬長たちの力見せてやるぜ。やるか。やってくれ。文兵たちもこっち。一切承知。よし、みんなあっち向いたな。下は俺たち3人に任せろ。まあ君の平坦切りぐらいしかできないですけど。決済にイベントが来てますね。ちょっと見ていきましょう。京北制覇。おお、結構広がってきましたね、こうやって見ると。よし、これで京北は我が軍のものだ。この一帯は各州に通じる交通の要所です。ぜひ京南も合わせて押さえておきましょう。また京北は学問が盛んなので人材が多い地です。ここで天下統一の基盤を固めましょう。おお、それは良いな。主義経験チケット。確かに人材がすごい欲しいんですよね。もう光陵に呼べる人がいなさすぎて全然地域内政配置できてないんですよね。とにかく流氷軍の捕虜を全員味方にしたい。そして孫策軍とかも捕まえたいっすね。そっから武将ゲットしたいっす。提案には捕虜解放しませんよ。お、孫策軍に対して混乱仕掛けられます。さて、ギリギリ2つ見れるこの画面でやっていきましょう。 GO! うまくいったわ。おっしゃー、万力今のうちに逃げてくれ。よし、くらえー。金馬町の一撃かわせると思うな。ズドーン発生。相手にならないぜ。
よし、リュウハさん来てくれた。これで氷を地域内で一人配置できる。こっちは高価の方だったな。この人も高価ですね。よし、包囲占領の準備バッチリ。報告いたします。あれ、包囲占領ならなかった？うん、なんかならなかったみたいです。残念。どういうことだ。先にこっちを取っちゃったのかな、もしかして。可能性は大いにあり得る。そして撤退してってますね、こいつら。目標再走になってます。あー、こっち技出し損ねたな。多分出せましたね、やっぱり。でもみんな長江と長領の方に来てくれてますね。よしよし、劉備の方は耐えられないかな、こりゃ。さすがにこっちは、あ、攻めてない。なんか劉備軍も出撃してますね。助けようとしてんのかな。で、曹操軍は頑張って耐えてはいますね。こっちはこっちで戦ってんのか。しかも炎章軍も、何でしたっけこれ、こういう軍でしたっけ、名前したら。あ、こういうですね。こういう軍と戦ってますね。各地でいろいろ戦争起きてる。あ、ついに誰が引き継いだんだ、各将が引き継いだんだ。その各将軍と炎章軍も戦ってますね。いや、みんな勢いよく戦い始めてますよ。まあこっちは目先孫策を相手にしますけど、孫策軍が引いていったらどうしよっかなーってとこですよね。喧嘩ってきた孫策と戦うか、それともこのもうほぼ戦力がなくなった劉表軍を倒しに行くか、はたまた左下の劉将軍を倒しに行くか。まあ劉将軍は明美の軍以外攻めるとこがないと思うんですけど、劉表軍に関しては下の師匠軍や孫策軍から攻められて僕が滅ぼさなくても落とされちゃう可能性があるんで、そうなるとちょっともったいないですよね。我が軍が必死に減らしたのに、なんで美味しいとこだけ持ってからにはならんのだってなっちゃうんで、ちょっと調査をもし孫策軍に落とされちゃったら、もう残りの一つ武領は明美の軍が取りに行こうと思います。美味しいとこだけ持っていかせねえぜ。ではこのターンちょっとどうしていくか指示していくんですけど、まず馬長と高中は目の前の両党さんを片付けましょう。中継にしてどうしよっかな、追うべきか別の方に向けるべきか。再走がだいぶ減ってるんですよね、こうやって見ると。再走の方にちょっと進軍してみようかな。いや、もしくはこの下の方を倒しに行くか、この出てる部隊を倒しに、捕虜を捕まえたいんで。いや、そうしよう。用途を片付けたら、こっちだ。奴らを平坦切りにしてやろうぜ。あ、君らどうしよっかな。一足先に向かわせようかな。承知した。そして両毛と女性は弓矢倉作り終えたので、もうバウン力の援護に向かわせましょう。やろう。バウン力はもうここを中継して全力で撤退。文兵たちはちょっとと遠いな。多分これ長江と長領だけで片付けることできると思うので、どうすっかな。出したのはいいけど、こんなに出す必要なかったかな。いや、下の援軍に向かわせるか。孫策軍の撤退を防ぐために、とにかくこいつらが逃げ始めたら絶対城に返させません。提案には足止めが呂布はいいや、関係ないわ。顔料も関係ないな。太子寺、これも劉備に攻めてる方か。ほとんど関係ないですねこれ。よし、では再びこの画面で見ていきましょう。速攻長江の技放ちます。唯一の提案が失敗しました。くらえ、百戦錬磨、雑魚はどいてろ。百戦の経験がこの長江の力だ。
ほい、ソインさんさようなら。さあもう一歩違う舞台踏み込んできたけど、そっちかい。あ、両党捕らえました。長領の方に行かなかったか。この真ん中に来てほしかったんだけどな。はい、王さんさん仲間入り。他の部隊は帰っていったな。まあじゃあ残りはこの総研さんかな。この人中継にして追ってもしょうがないしな。あと米があんまりないんで一回返しましょう。長子も同じくこいつを倒したら一回撤退。あー、みんな帰ってったな。恐れをなしたか。どうしよう、やっぱ再送の方取りに行っちゃうかな。こいつらが逃げるんだったらこっちにも考えがある。行くぞ。まあ、正確に言うと再送取りに行くっていうよりは再送周りの負を取りに行きます。秋見郎たちはここまで。ああ、もうこれ無理だな。流氷軍耐えられないっすね。そうか、となるとやっぱもう残り武量だけか。武量を取りに行くことを考えましょうか。となると一回巨長たち城に入れるか。何用か。一切承知。甲冑と馬長だけは下に一応そのまま向かってもらいましょう。で、文兵たち4部隊は考慮に入ったらちょっと工場兵器などに変えて出陣したいと思います。っていうか国章だけでも十分かな。これ士気も一応100。あ、ただ兵糧がないな。やっぱ3万しかない。これは危険だな。っていうか秋広馬長甲冑だけでも危険かもしれません。やっぱ一回城に戻しましょう。兵糧問題はもう昔から苦労してるんでね。調子に乗ったらあかん。動くとするか。ということでやっぱり両毛女性も戻します。で、関根と誰だっけ、これ宝徳か。この2人ぐらいだったらいいか。向かわせちゃいましょう。提案には家計がありますね。まあもう撤退してる部隊だからあんまり意味はないんですけど、女性に兵補充もう撤退だからいいや。あとは受春関係ないから放置です。では長江と長領の戦いを見ていきましょう。成功です。燃えた。お喜びください。兵が減ってるようには見えないけど燃えました。敵将捕まえましたわって、ずっと出したままだったからな。東洋印鑑さん全くダメですね。捕虜少量一歩前に、技出す前に終わりました。はい、捕まえました。よーし、みんな撤退撤退。おー、馬長も捕まえたの。ダメですね。捕まえては来れるんだけど一発成功しないですね。うん、結構城に戻ってきたかな。攻めてきてるやつらもいませんね。よし、これで一旦落ち着いたかな。はい、効果周りはもうみんな撤退しちゃったんで、みんな城に入れます。ちょっと今兵糧が5万ちょいしかなくて、4月とちょっと米買いにくい時期でもあるんで、1回7月上旬までは待機させようと思います。まあ、敵が攻めてきたら防衛しますけど、で7月上旬になって、まあ、上旬に将にいるかはちょっと怪しいんですけど、もしいたら大量に買い込んだらもう露光を攻めること考えていこうと思います。まあ、再送とかも数が少ないんで行きたいんですけど、そっちはちょっと高領とかそっちの部隊でいいかなって考えてます。まあ、露光は兵がいっぱいいるんで、こことか取ってたら部隊出してくるかなと思うんで、それを削りながら孫策軍の総兵力を削っていければなって考えてます。そして調査、やっぱ孫策軍に落とされちゃいましたね。ということで流氷軍も武量しかありません。ということでもう攻めようと思います。
馬超戻ってきたのと、あと国将がいるんですよね。青蘭の鬼国将、もうこの国将と一人防衛で馬超いれば大丈夫かなって気がします。もう表にいる部隊もだいぶ引っ込めたんで、2部隊ぐらいだったら大丈夫かなって気がしてはいます。ちょっと心配ですね。兵糧4万ぐらいしかないな。大丈夫かな。まあ、フルの兵力でいくとちょっとさすがに危ないんで、セーラーのまあ1万1000と1万2000でいきますか。これでも十分多い気がしますけど。まあまあいいでしょう。いざとなりゃ上の上位から米輸送します。まあまずは陣からいきましょう。多分孫策軍も出てくんじゃないかなって気がするんですよね。師匠軍はなんかおとなしいんですけど、孫策軍は怪しい。あ、君色と高知はもう入るな。文兵たちも向かってはいるけど、それぞれなんかルートがみんな違えな。で、関根と報徳は陸港港、てか 陸高校なのかな、陸高校ですね、陸高校に向かってくれてますね。提案に推挙がありますね。上陽か。上場です。なんだこの人は、読めなかった。この人ですね、補強さん。おー、訓練に向いてんのか。あ、イブあるじゃん。何気にイブ重要ですからね。こっちが攻める気ない時にずっと防衛してるとちょっかい出してくる勢力があるっていうのはよく分かってきました。はい、ちょっとしばらく戦争になるとこなさそうなので、何か武将の登用が入ったりとか敵が攻めてきたとかない限りガンガン飛ばしていこうと思います。はい、なんだろうこれ、印書の印の字かな、印鑑さんかな、が仲間入りです。使者が到着しました。お、劉表が返してですかね。うん、残念ながら今武将いっぱい欲しいんでね、拒否。でも劉邦なんか親族なのかな、全然来る気配ないんですよね。はい、孫策軍から捕まえた捕虜宗建さん、どうでしょう。まあ、でしょうね。はい、陳州さんかな、仲間入りです。提案にまた推挙来てますね。吉報です。馬領だ、やった、優秀な部署ゲットです。くれぐれも頼んだぞ。はい、高祖さん仲間入りです。よろしく頼む。宗建さん仲間入りです。はい、じゃあ馬長と国将が、こちらの府は名前が見えない、府じゃねえ、港だな、占領港にたどり着きました。今んとこ妨害はないですね。で、関内たちもこちら陸高校にたどり着きましたね。こちらも妨害なしです。ただ蔡宗の兵がだいぶ増えましたね。てかすげえ部隊が孫策軍上に向かっているとか、樹脂を落とされてますね。これ劉備軍も風前の灯火ですね。しかもこっちからも攻められてるし、今回はちょっとここでやめようかなと思います。ただその前に決済になんかイベントついてるんで、これ見ましょう。高速位きたわー。あきみろ様、検定陛下から公助人の沙汰でございます。あきみろよ、そなたを公に封じる。今後も官庁のために尽くせよ。感謝いたします。お、セリフが変わりました。てか皇帝が出てくるの初めてですよね。無邪気なものだな。腹黒いぞあきみろ。高速位おめでとうございます。まだ野望の仲間だ。者ども、わしのために大いに活躍してくれ。わしのためにって言ってるのがなんかすでに悪どい感じするけど、あきみろ様のために一層の分を振るいましょう。軍備の拡充はそれがしにお任せください。あきみろ様のため手を尽くしましょう。領内の姿勢はそれがしが滞りなく行いましょう。
皆が秋村様のために一丸となれるよう尽力いたします。おう、モルども頼むぞ。206年4月、秋見郎が検定より功に封ぜられました。秋見郎に対する配下武将の期待が高まりました。やったね。これで技がまた1個多く出せますよ。ここにセットできます。やめる前にセットぐらいしておきましょうか。誰にしようかな。国将出撃してるし、国将にしておきますか。はい、ということで今回はここでやめにしておきます。いや、今回は光量と効果を落とすことに成功しましたね。孫作軍ともっとバトルつもりだったんですけど、軽いジャブっていう感じで終わっちゃいました。いやー、ほんとなー、こう北上する戦いは見守るつもりでいるんで、って曹操軍なんとか耐え抜いたみたいですね。ヨフタシ撤退してます。そう、見守るつもりでいたんですけど、なんとなく劉備軍滅ぼされてほしくないなーって気持ちはあったんすよね。でもこのままじゃもう孫作軍に飲み込まれちゃいますね。致し方ないなー。まあ、次回はこの武陵落として劉表軍はもう滅亡させます。まあ、そしてちょっと蔡宗は落とすのは別として、ここら辺ちょっと荒らし回って、蔡宗から出てきた部隊を関内と宝徳で叩いて兵を削っていこうかなと思います。またちょっとこの光量効果、あと多分新しく取る武量とかも含めてなんですけど、米問題がちょっと最近厳しくなってきたんで、一回ここは攻めるのやめて、甲州こちらもう兵糧とかもだいぶ余ってて、兵も10万ってマックスになってるので、ここに何人か武将を移動させて、もう劉将軍攻める再開します。県内ですね、まずはっていう風にしていって、ちょっとこっちの戦いをしてる間に武陵や光陵などは米を貯めていきたいと思います。まあ、効果に関してはそうだな、割と深夜が近くて深夜から輸送しやすいので、まあ、7月上旬になったぐらいには前から言ってる通り露光への攻めも開始したいと思います。はい、というのを次回以降やっていきます。それでは今回はこれで終了です。ご視聴ありがとうございました。動画の配信予定はチャンネルの概要欄と Twitter の固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。Twitter の URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。